ゾンビさん、待って。まずはお菓子を持ってないかチェックさせてもらうよ。おお、あったな。そこにあるのは何だい？あ、ごめん。通ってもいいよ。警備員を騙すのは簡単だな。警備員が外した手の中にお菓子がたくさん入ってたんだ。おいしいな。ちょうだい。ごめん、お腹空いてて。やあ、お菓子は持ち込み禁止だよ。何も持ってないわ。チェックしてもいいわよ。それは嘘だね。大変だ。こんなものを見せびらかして恥ずかしくないのかい？早く通って。やっぱり私のコスチュームは最高ね。中に入ってるのは気持ち悪いあれだと思われても仕方ないわ。でも本当はチョコレートなの。まんまと騙されたわね。じゃあ食べちゃおうっと。ああ、おいしい。どうやって作ったか見て。ネテラを袋に入れて、うんちっぽく絞っていくの。ほら、出来上がり。便器に入れれば完成よ。ちょっと、トイレットペーパーがいるんじゃない？不潔だよ。ありがとう。はい、通ってもいい？お菓子は持ち込み禁止。え、ダメなの？そんな、残念だわ。はい、パーティーに参加したいの。食べ物は持ってきてないからね。ほら、確認して。もちろん。あ、何かあるみたいだね。確認するよ。あ、なんてことしてくれたの。くすぐったい。あ、痛いよ。わざとじゃないの。通ってもいいよ。騙されたわね。私の脳みそはグミだったのに。ちょっと、何してるの？脳みそを食べてるの。何よ。ああ、大変だ、助けて。変な人。なんか誰も来ないな。いやあ、コスチュームはどうだい？恐ろしいよ。パーティーに通す前にお菓子チェックをさせてもらおう。通ってよし。次。僕はチェックされたけど、風船のことは忘れたみたいだね。あ、ごめんなさい。大丈夫、一緒に楽しもう。スケルトンだ。お菓子は持ってるかな？あるなら出してもらうよ。何もないよ。それは僕が判断する。本当に何もないみたいだね。ようこそ。踊り方の見本も見せてあげよう。何言ってるの？私だって上手に踊れるわよ。でもまずは私のコスチュームに貼ってあるマシュマロが食べたいな。この間ひらめいたアイデアなのよね。マシュマロを爪楊枝に刺したら骨みたいになるでしょ。思った通りだったわ。マシュマロ食べたい人、食べていいわよ。見てろよ。えい。あ、ごめんごめん、気づかなかったよ。お菓子は持ってない？私の牙はどう？全然怖くないね。それグミ？甘い匂いがするよ。このままじゃパーティーに参加することはできないね。はい、パーティーに来たの。まずはお菓子チェックだよ。なんですって？お菓子なんかないわよ。本物に似てるね。ちょっと触ってもいいかな？頑丈だな。
抜き取ることも切ることもできないよ。やめて、さもないと噛むわよ。そうか。私の歯が気になったみたいだけど、他のところはチェックされなかったわ。マントの中にこんなにたくさんあったのに。お腹いっぱいになれるわね。おいしいわ。ちょうだい。ダメ。怖くないわよ。マントを開けて、みんなで食べましょう。これで満足？おっと、一番恐ろしいコスチュームだな。それでもお菓子がないか確認させてもらうよ。あ、これは何だい。ちょっと遊んでみてもいいかな。あれ、大丈夫かい。わかったよ、通ってもいいよ。ちょっと待った。ひどいな。でもさっきの警備員さん、結局目玉がグミだったってわからなかったんだな。すっごく美味しいんだよ。食べたい人、僕の目じゃないよ。じゃあいっか。まずはシリアルを作って。了解。オッケー、頑張るわ。まずは小麦粉とお砂糖を使うの。次にお湯をかけていくわよ。可愛らしいやかんでしょう。さあ混ぜていくわよ。そしてベーキングシートに移していくの。さあオーブンへ行ってらっしゃい。何をしているの。じゃあ私も始めるわね。かわいい。ポップイットみたいね。私はヌテラのシリアルを作ろうと思うの。ヌテラは最高ね。注射器でついでいこうっと。あら、いいじゃないの。よく思いついたわね。そしてヌテラを流していくの。中にナーズを入れようっと。これでよし。私が大好きなスキットルズもね。この素敵なボールに入ったシリアルを見たら妹も感動してくれるはず。あとは牛乳をかけるだけだけど。あれ、蓋が開かない。あありがとう。どういたしまして。できたよ。私はミニパンケーキをシリアルとして提供するの。クマさんの形にするのよ。いいアイデアでしょう。大変だったけどできたわ。完璧。準備はできたわ。ちょっと待って、あと少しでシリアルができるの。ファイヤーファイヤー、えいえい。はあ、できたわ。おばあちゃん、あとは牛乳を用意するだけね。召し上がれ。あー、すごく美味しそうなシリアルだね。お姉ちゃん、ありがとう。美味しそう。牛乳も飲もうっと。I love you. あ、かわいいクマさんだ。このシリアルも美味しいね。牛乳と食べるともっと美味しい。気に入ったよ。おばあちゃんも頑張ってくれたのは伝わるよ。食べてみようっと。悪くないね。
よかった。でも今回の優勝者はクリス。やった今度はホットドッグを作っていい？わかったわ。簡単ね。了解。何から始めようかな。まずは卵を割ろうっと。ああ卵はボウルで割らないと。今度は生地を作るために牛乳と小麦粉を加えていくのよ。見て、こんな機械があるんだ。あら、生地ができたわ。これでオーブンで焼くことができるわね。私も。あ、ワッフルメーカーで焼いていこうっと。ソーセージびっくりしたじゃないの。私のホットドッグはあと少しで完成するわ。棒も刺しておいたよ。 OK。 おばあちゃんの調子はどう？いい匂いがするわね。ソーセージを焼いて上からケチャップとマスタードをかけるのを忘れないようにしないとね。クラシックホットドッグの出来上がり。いいじゃない。でも私には独自のレシピがあるの。生地を黒くするためにイカスミを使うのよ。ブラボー。あとは待つだけね。あらクリス、悪くないわね。ありがとう。インスタント麺とチップスでできた衣にソースもかけるつもりなんだ。かわいいでしょ。棒もついてるのよ。いい匂い。切っていくわよ。ナイス。あら、臭いわね。タコじゃないの。ええ。カリカリになるまで炙るわよ。そして上からカビチーズをかければより美味しくなるの。感じね。忘れられない味にするには唐辛子とレモンが必要ね。まずは切っていくわよ。そして上に並べていくの。召し上がれ。あ、何これ。タコなんか絶対に食べたくない。気持ち悪すぎるよ。唐辛子抜きで食べてみようっと。あー、こんなの食べられない。あらそう。おばあちゃんが作ってくれたホットドッグを食べようっと。あー、美味しい。ありがとう。おばあちゃん、よく頑張ってくれたんだね。ありがとう。わあ、お姉ちゃんのホットドッグすごく綺麗。最高。今回の優勝者もお姉ちゃん。今度はアイスクリームが食べたいな。了解。レモン汁をブレンダーに絞るわよ。さあ、見てなさい。次はラズベリーとバジルの出番。そして最後の仕上げは砂糖よ。ナイス。さあ氷を入れていきましょう。完璧ね。あー、すごい。やった。なんて美味しそうな貝なのかしら。ラズベリーアイスはもうできたし、綺麗に盛り合わせていくわよ。すっごく綺麗になること間違いなしね。あら、すごいわね。アイスクリームを作るための機械を頼もうっと。あ、ありがとう。牛乳とスキットルズとグミを入れるだけでアイスクリームが作れちゃうんだよ。
大丈夫？うん、私のアイスはあと少しでできるよ。気をつけて。いくわよ。できた。よかったわね。じゃあ私も作り始めるわ。牛乳と新鮮な果物を使っていくの。ナイス。ブルーベリーは目にいいのよ。いいこと考えたわ。いろんな味のアイスクリームを作っちゃいましょう。次はいちご味よ。他に何味を作ろうかしら。キウイにするわ。あら、綺麗な色ね。そしてバナナアイス。素晴らしいと思うわ。桃アイスも美味しそうね。あとは型に流して凍らせていくだけよ。待って、フリーザーがあるから手伝ってあげる。これであっという間に凍るんだよ。これでよし、出来上がりよ。やった。まずはお姉ちゃんのアイスから食べてみるね。すっごく美味しそう。最高。やった。お、シェフのアイスはすっごく手が込んでるね。いただきます。美味しくない。あら、そう。あとはおばあちゃんのアイスを食べてみるだけだね。美味しい。いろんな味があるんだ。こういうアイスが大好きなんだよね。今回はおばあちゃんの勝ち。ありがとう。今度はミルクシェイクが飲みたい。やった。いい選択肢じゃない。わかったわ。チョコレートアイスと牛乳を混ぜて作ってあげる。さあ、行くわよ。そう、使うのはもちろん泡立て器よ。これぐらいでいいかしら。お気に入りのカップに注いでいきましょう。生クリームをかけたら喜んでもらえるかしら。完成よ。カクテルは機械を使った方が作りやすいよ。牛乳といちごアイスを入れるだけで完成するの。あっという間にできるから見ててね。あー、美味しそう。見て見て。こうやって流していくの。あら、すごいわね。今度はクマグミ。スキットルズも入れちゃおうかな。私が大好きな生クリームもかけちゃうからね。美味しい。カラフルトッピングだって忘れないわ。イエーイ、準備 OK。 シェフは？ちょっと待って。私はチョコエッグの中でカクテルを作っちゃうの。使う材料はチョコレートアイスといちごクリームよ。チョコレートアイスは入れたわ。今度はいちごクリーム。トッピングだって忘れないわよ。じゃーん、召し上がれ。どれにしようかな。これから飲んでみる。あー、美味しい。ありがとう。あ、
お姉ちゃんも頑張ってくれたんだね。ハマっちゃったよ。頑張ったんだ。あとはシェフのカクテルだよね。はあ、これってチョコエッグ？食べられるグラスってことだよね。すごいと思う。ありがとう。気に入ったよ。本当に最高だったわ。ありがとう。今回の優勝者はお姉ちゃん。イエーイ。やった。え、パイナップル？なんでキッチンにパイナップルが育ったのよ。すごいわね。ジャスティンのためにパイナップルドーナツを作ろうっと。そのためには格闘技のお稽古を思い出すわよ。はいや。えい、キャー、はいや、わー。いい感じじゃないの。楽しかった。よく頑張ったわね。あとは美味しいソースをかけるだけだわ。いいこと考えた。夜間が必要よ。そしてもちろんチョコレート。夜間のお湯でチョコレートを溶かしていくの。だからまずはお湯が沸騰するのを待たないとね。これでよし。綺麗ね。じゃあかけていくわよ。そしてカラフルトッピング。ジャスティンも感動するはず。うわ、あ、入らなかった。もう一回やってみようっと。やったー。あれ、何これ。ジャスティン待って、それはドーナツなの。あー、そうか。ありがとう。すっごく美味しいよ。最高。食べたい？ええ。はあ、おいしい。あれ、スパゲッティをお鍋の中に残したのは誰？でもおかげさまでいいアイデアが思い浮かんだわ。新しいドーナツを見たらジャスティンも爆笑してくれるはず。まずは半分に切っていくわよ。2つのドーナツを作るんだ。これでよし。私の分とジャスティンの分ができるんだ。きれい。今度は真ん中をくり抜いていくわよ。これでよし。え、なにこれ。あ、ドリトスのことを忘れてたわ。は、いいこと考えた。ドリトスをすっごくいい衣にするの。天才的でしょ。じゃあ、いくわよ。こうやって、こうやって、これでよし。このボールにドリトスを入れていくわ。できた。まずはドーナツを卵につけていくわよ。これで衣がつきやすくなるんだ。できた。今度は小麦粉。最後はドリトスよ。これでよし。じゃあ油で揚げていくわよ。はあ、いい匂い。本当は自分で食べちゃいたいけど、ジャスティンに食べさせないとね。これでよし。できたわ。おいしそう。ジャスティンも気に入ってくれるといいな。すごいな、レックス。いつの間にピアノを弾けるようになったんだ。いい子だね。ジャスティン、サプライズがあるの。じゃーん。お、自分で作ったの？すごいね。本当に最高だよ。どうやって作ったの？美味しいな。ブリトニーも食べてみな。ありがとう。美味しい。ジャスティンがもらった電車は最高ね。楽しい。ガタンゴトン。私が大好きなお菓子到着。マシュマロがこんなにたくさんあるのね。ドーナツが作れそうよ。最高なアイデアでしょ。
じゃ、マシュマロを溶かしていくわよ。いい感じ、できたわ。そして、絞り袋に入れていくわよ。おいしい。絞り袋なんかないんだよね。あ、そうだ。星が3つに、何が起こってるんだ。ブリトニー、返してよ。悪いけど、絞り袋として使わせてもらうわ。中にマシュマロを詰めて、ドーナツを作っていくんだ。これでよし。いい感じ。そしてもう一個。できたわ。あとは凍らせるだけね。冷凍庫へ行ってらっしゃい。じゃあ待ちましょう。出来上がりね。今度はデコレーションよ。何を飾ろっかな。綺麗。あ、そうだ。ストロベリーシロップとカラフルトッピングをかけていくわ。いい感じ。たっぷりかけていくわよ。そして次はカラフルトッピング。はあ、素敵ね。いい匂いがするの。ジャスティンはどこかな。お魚さんも釣るよ。お魚を釣ってるの。ジャスティン、食べたい？お、ありがとう。これ、ブリトニーが自分で作ったの？すっごく美味しいよ。ブリトニー、才能があるんじゃない？僕と一緒に魚釣りをしようよ。やった！はあ、お腹いっぱい。え、何これ。はあ、ドーナツメーカーじゃないの。やった。グミはまだ残ってたと思うわ。グミでドーナツを作ることはできるのかな。ドーナツメーカーで溶かしていくわよ。やった。あとはちょっと待つだけよ。やったー。ふぅー、ヤオヤオ。楽しい。ヨガをしようっと。何この匂い。あ、ドーナツのことを忘れてた。焦げてないといいな。あー、綺麗。こんなごちそうはジャスティンも食べたことがないと思うわ。トッピングをかけて出来上がり。じゃ、ジャスティンの方へ行きましょう。緊急事態発生。応答せよ。動くな。手を上げろ。あー、助けて。はい、あげる。Sorry. ごめん、大丈夫だった。お、いつもいつもびっくりさせてくれるね。最高なドーナツだよ。食べるのはもったいないけど食べちゃわないとね。おいしい。もっと食べたいよ。ありがとう。最高だったよ。ハイタッチ。何を食べようかな。あ、アイスクリームだ。やった。いただきます。あれ、なんで開かないの。もう、なんなのよ。開かない。蓋にくっついちゃったみたいね。でも大丈夫、いいこと考えたわ。待ってなさい。あと少し。うまくいかなかった。まあいいわ。包丁があるもん。冗談よ。ドーナツを作ろうとしただけ。上から白いコーティングをかけて金のトッピングで飾ったら完成ね。はあ、よだれが垂れてきちゃいそうだけど、ジャスティンも気に入ってくれるかな。行くわよ。やった。無事着陸。ブリトニー、助けて。ジャスティン、何してるの。ほら、早く食べてみなさい。ありがとう。すごく美味しいね。
アイスクリームでできてるの？ええ、頑張ったわ。最高なアイデアだね。ブッブー、道を開けて。あ、事故だ。早くタイヤを変えないと。予備のタイヤはあるかな？よし、見てみるわ。ポップイット？あ、ストレス発散。次は財布。空なのは残念。What is this? 何これ？あ、すごい。次のドーナツが作れるわね。リンゴをくり抜いていくわよ。あと何枚か作っちゃおうっと。なんか飛んできた。注射器だ。ヌテラをかけていこうっと。うん、いい感じ。素敵ね。私ってすごい。いつもアイデアが天才的でしょ。あとはトッピングをかけるだけよ。さあ、召し上がれ。早く食べてもらってほしいな。立ってるよ。わあ、あ、痛いよ。ジャスティン、ごめん。わざとじゃないの。いいよ、大丈夫。はい。おお、すごい。許してあげる。すっごく美味しいな。ブリトニー、最高でしょ。